剣豪宮本武蔵は絵を描くのが好きだった。その腕前は武芸者の余技をはるかに超えるものだった。残された水墨画の墨の濃淡から宮本武蔵は左利きだったと唱える人がいる。確かに武蔵が描いた線は右側が濃く左側が薄いことが多い。右利きの人間ならその逆になる。果たして武蔵は左利きだったのだろうか。武蔵の伝記武功伝にはこんな記述がある。武功兵挙完成して書画小細工等を持って火付きを仮領す。武蔵は書画に通じたことは確かである。Les illustres gauchers. Vision.